こんにちは、ミュージカルファンチューバーの池野です。第3回目のですね、チラシ紹介をしていきたいと思います。演劇の演目でもらったチラシも含まれているので、ミュージカル以外の演劇のチラシとかも結構多くて、ちょっといつもと違うような内容になるかと思いますので、演劇とかね、好きな方とかぜひ見てください。もちろんね、ミュージカルのチラシもいっぱいありますの でちょっと最後に私がみんなに絶対言ってほしい演目もご紹介しているので、最後まで見てほしいです。で、私こんな感じでですね、ミュージカルをメインにこう、ね、感激を週1ぐらいのペースでねしてるので、最近ちょっと歌舞伎とかにもハマりかけてますけど、感激が好きな方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それではね、まず始めていきますね。まず初めに演劇系いきたいと思います。ちょっとね、さっきから見えてますけど、この衝撃的な渡辺謙さんのチラシがありますけれども、ピサロですね。なんか伝説の舞台を再びって書いてあるので、すいません、私知らないんですけど、多分伝説の舞台だったっていうことで前やったんでしょうね。はい、渋谷のねパルコ劇場で来年の3月やるそうなので、ぜひ見てくださいね。で、続いて、里見八犬伝。これはね、結構若い男性たちがいっぱい出るのでね、イケメン好きな方いいんじゃないでしょうか。11月末からで、全席8800円だから行きやすそうです。ヘンリー8世、シェイクスピアの有名な作品ですね。私もシェイクスピア見なきゃな。吉田鋼太郎さんとか阿部寛さんが出ますね。で、これはねじ巻き鳥クロニクル鳥あ、村上春樹のベストセラーだって。それが舞台化されるそうですよ。こちらはカリギュラですね。菅田将暉さんが主演になりますので、これも11月だからもうチケットね売れちゃってると思うので、結構お早めに。で、こちら流れ星タックフェス第7弾ということで、サンシャイン劇場です。私たちは何も知らない。あ、演劇だからね、ちょっとミュージカルよりは行きやすいですね。これも6000円で、ね、25歳以下だと3000円だってね。若い人ね、もう私は25歳でも過ぎちゃったからはい。で、これは崩壊シリーズって書いてある。結構全国であるみたい。大阪、仙台、富山、金沢、名古屋、福岡、東京ね、地方の人も行きやすいですね。正しい大人たち、マヤミキさん出ますね。ヒット作なんだって。だから再演なのかな。傷だらけのカバディ。カバディってスポーツですね。劇団で舞台を作ることの意味を問い続けた3年。結構なんか熱い感じですね。風博士、中井貴一さん。あ、世田谷パブリックシアターですね。ちょっとごめんなさいね、私演劇がわからなさすぎて、ただチラシ読むだけになっちゃってて申し訳ない。何の知識もあげれてないすいません。お伊勢断子、江戸川乱歩の作品だ。倉科カナさん、上白石萌歌さん。これも世田谷パブリックシアター。これも世田谷パブリックシアター。そうだ、世田谷パブリックシアターでもらったチラシだからだ。そう、終わりのない、終わりのないだけだ。これもごめんなさい、私全然知らない俳優さんたちが出ますこれもね、もう読めない。変半身みたいな、なんか半分で文字が書いてあるからちょっとわかんない。これ見て、あ、分かった、変わり身。ほら、半分でしか書いてない。ちょっと読めないよね。いや、デザインなんだけどさ、読めないよね。あ、でもこれ東京と、あと三重と京都と神戸だって。ちょっと続いてごめんなさい、読むだけになっちゃったので、ミュージカルいきますねミュージカル、まずね、これアナスタシアですね。来年の3月からのやつなんで、ぜひ皆さん見に行ってください。ちょっとね、あらすじの、ご紹介の動画をこの後ね公開しようと思ってますので、ちょっとお待ちくださいね。撮ろうか迷ってるからね。はい、で、こちらミュージカル愛おしき僕の時代ということで、これもね、ちょっと私がね知ってる俳優さんがあんまりいらっしゃらないのでごめんなさいなんだけど、結構そんなに大きくない劇場みたいなので、近い距離感とか好きな方ぜひ行ってみてください。はい、これはね、前もご紹介しましたね。来年雨に歌えば来日でね来ますよって。あ、みんな映画見ました？なんか映画でもあるから見てねって言ったんだけど、
結構ね、雨に歌えばはこの前さ、私歌舞伎の動画で水がすごかったみたいに言ったけど、雨に歌えばもめっちゃ水降るから、何トンだか忘れちゃったけど、とにかくねめっちゃね水降るのね。俳優さんめっちゃびしょ濡れになりながら歌うから、そういうのもね含めて面白いです。であとこちらは虹のかけら、もう一人のジュディということで、三谷幸喜さんの作品ですね。で戸田恵子さんとか出るので三谷ワールドですね。多分三谷幸喜さんと戸田恵子さんなんて三谷ワールドですよねどういうことか分かんないけどはい、12月の公演ですね。スパイラルホールで、表参道の劇場です。はい、でこちらね、デスノートですね。まあストーリーはさ、もう面白いじゃん。でミュージカルの良さなんだけど、曲はねめっちゃいいんですよ。私まず作曲者さんがフランク・ワールドホーンさんで、ジキルとハイドとか、あとスカピンの作曲者さんなんですね。で私このスカピンもジキルとハイドもすっごい曲が好きで、でやっぱりデスノートもね曲がいいんですよ。で今回は注目なのが、まあ、デスノートね、もう再三演ぐらいなのかな、何回かやってるんですけど、今までキラとかは結構浦井くんとかのカッキーがやってたんですけど、もうね総入れ替えで、もう全部一からオーディションをして、キャストをね新人がやるんですね。だからそういう意味でも、まあ、これからミュージカル界を担うスターを発掘するような公演になるんじゃないかなと思うので、私的には注目してます。曲がいいのよ本当に。フランク・ワイルドホーンさん好きなのよね、曲が。スカピンとかさ、みんな見たことある？本当いいからちょっと聞いてください。はい、でこちらスクール・オブ・ロックですね。映画見ました？皆さんジャック・ブラックがもうめっちゃすっごいロック大好きみたいな、偽物の先生をやる話なんですけど、私ロックは全然聞かないんですよ。だからスクールオブロックっていうミュージカルがもうブロードウェイとかでもやってたのも知ってたし、映画があるのも知ってたけど、全然見てなかったんですね。だけど日本でやるってなって、まあ話見とくかと思って映画見たら、すっごい楽しかったんですよ、その映画が。まずジャック・ブラックがもうほんとロックラブみたいな感じの演技がもうまあ最高なんですね。そのジャック・ブラック自体が最高なんですけど楽しい映画なのね。でそれのミュージカルだから絶対楽しいと思う、映画が楽しいから。でまあ作曲者さんもね、アンドリュー・ロイド・ウェバーさんなんで、もうね皆さんご存知、キャッチとか、オペラ座の怪人とか、そういういろんなミュージカルの作曲者さんなので、だから楽しみですね。はい、でこちらはですね、クリスマスのやつですね、ミュージカルスクルージ、市村さんが主演のやつです。私ねこれ見に行かないの12月日生劇場でやるそうですよ。どうしよう、見に行こうかな、迷うね。結構ね元宝塚の方とかいっぱい出るので見に行ってください。はい、で続いてこちらね、フランケンシュタイン、来年の1月ですね。結構もう見開きのチラシになってます。フランケンシュタイン私撮ったかな、1月、来年の1月日生劇場だって。撮ったかな、忘れちゃったキャスト代わりなのでちゃんと皆さん日程を確認していきましょうね。ジャックって役が中川くんとカッキーのダブルキャストで、怪物って役名やばいね、まあ、ビューティー&ビーストのビーストみたいなものかもダブルキャストです。サタデーナイトフィーバーね、これも前回のチラシのやつでご紹介して私行きますとか言ったんだけど、で後ね映画を見たんですよ、この本当に原作のね。まあ皆さんご存知、グリースとかヘアスプレーに出てるジョン・トラボルタ主演の映画で、まああれですね、なんか時代を感じる映画でしたね。で結構なんか盛り上がる時にかかるようなみんなが知ってる曲が、あ、この映画の曲だったんだっていう感じなのか、それともそういう盛り上がる曲を使ってるのか分かんないんだけど、でも知ってる曲がいっぱいある。ほんとあの頃って私も生まれてないんだけど、流行ってた曲がいっぱい使われてるから、みんなでイエーイみたいな感じのミュージカルです。だからあんまストーリー性っていうか、なんかこのお話もニューヨークの話なんだけど、なんかニューヨークの若者が移民のプエルトリコ人と喧嘩してるみたいなのとかは、なんかウエストサイドストーリーじゃんみたいな感じだったりとかするので、なんかそういうのはねちょっと面白いっていうか、時代が本当にウエストサイドストーリーとかと同じってことは、もうそういう時代だったんだなとかっていうのを感じましたね。あ、そうそう、70年代のディスコブームの時
時の話なので、踊りとかがね好きな人はいいと思います。でこれね、ウエストサイドストーリーね、第2弾発表されましたね。シーズン2のキャスト、このチラシはシーズン1のチラシなんですけど、あのシーズン2もねキャストが新たな、もうミュージカル俳優じゃない人もね結構多くて、新しい世界観になるんじゃないかなと思うので、シーズン2の方もね、あのチケット皆さん取っていってほしいなと思います。私はね、ウエストサイドストーリー自体の話がそんなにめっちゃ好きなわけじゃないからね、なんかそういうやっぱり悲劇だから、あんまりね、そう何度も見なくてもいいかなみたいな感じで、ちょっとねシーズン1、2回も撮っちゃったから、ちょっとシーズン2行くかね、ちょっと迷ってます。星の大地に降る涙ですね、地球ゴージャス、これなんかこうね、前回もねこれすごいよね、かっこいいよねって言ってたやつですね。はい、でごめんなさい、演劇のところでちょっと紹介し忘れちゃった、神の子、長澤まさみさん出るやつなので、ぜひ行ってみてください。はい、でミュージカルのところのちょっと続きなんだけど、ミュージカルだとちょっとちっちゃめの公演のミュージカルのね、ご紹介もしますね。私その9月初めてミュージカル座のアイランドを見に行った時にもらったチラシです。これもミュージカル座でゴッドスペルっていう演目をやるそうです。11月かな。ミュージカル座のホームページにも載ってますから、ぜひ見に行ってください。こちらね、クリスマスに歌えばっていう、こちらもミュージカル座なんですけど、松原剛さんとかね、私がその鏡の法則ってやつで見に行った時にの俳優さんね、すごい良かったので、ぜひ皆さん見に行ってください。でこちらはね、ミュージカル座じゃないんですけれども、ピラミッドの作り方ということで、11月の公演の情報です。でこちらもちょっとね小さめの劇団さんのやつみたいで、11月に4日間だけ公演を行うようですね。なんかすごいファンタジーっぽい話っぽいです。クジラが捨てた島、ブライブミュージカルっていう、団体さんなのか劇団なのかちょっと分かんないんですけど、ショパンと過ごした8日間ということでね。でチケット全席3300円、こういうね、ちょっと小さめの劇団さんのやつもすごくね距離感が近くて面白いと思うので、ぜひ皆さん行ってみてください。でこちらはね、私が行った鏡の法則のチラシですね。本当に良かったのね。ちょっとライブ配信でも話したんだけど、でもちょっと語り足りないから、ちょっと私これまた別で動画を撮ろうと思います。でこれもね鏡の法則で、ちょっと演奏をされていたゆうさみさんっていう方のコンサートです。11月に仙台でやるそうなので、音楽好きな人とか仙台にいる人に行ってください。鏡の法則をやっていた竜兵カンパニーさんっていうねところがあるんですけど、それが、望月竜兵さんっていう、元劇団四季の方がやってらっしゃるんですが、その方がこういうねプロジェクトもやっていて、日本一の笑って泣ける学校公演プロジェクトっていうやつで、結構その鏡の法則とかもそうだったんですけど、子供たちに大切なことを教えられるみたいな演目がなので、そういうものを学校でね上演してほしいとか、そういう DVD を届けたりとかっていうののサポートのお誘いのやつですね。私的にはこういう活動は本当に素晴らしいなと思いますので、これは別に私が何の回し物でもない、勝手にいいプロジェクトだなと思って言っているだけです。お伝えしております。はい、でコンサート系いきますね。ちょっと今日長いね、ごめんなさい。まずポール・ポッツ、オーディション番組で有名になった方ですね。あとボイス・オブ・ウエスト・エンドということで、オペラ座の怪人のケイン・ヒルバーンに出てた方だそうのコンサートです。でこの人たちね、ちょっとイケメンのアカペラ的な感じの方かなのコンサートが11月で、こちらはねクラシックかな、エーテボリ交響楽団、これは前紹介しましたね、アイラブミュージカル。でこれはペンタトニックス、アカペラの人たちですね。でこれみんなね、ちょっと分かんない、売れちゃったかな分かんないけど、行ってほしい。私大注目です。だってほら、みんなこの人見たことないですか。シュウ先生ですよ、グリーのあのシュウ先生が来日します。そうなんですよ、ちょっとごめんなさい、私このねシンシアさんという方ね、すごい有名な方なんだけど存じ上げなくて、ちょっと勉強不足で申し訳なかったんですけど、私はこのねマシュー・モリソンさんが出るということで行きます。はい、
でも、もちろんね、皆さん大好き三浦春馬さんも出ますから、そのコンサート日本でたった2日間だけやります。1月の16、17日東京国際フォーラムでやりますので、ぜひグリーの周先生に直接会えるんですよ。そう、これはね、ちょっとぜひ行ってほしい。で、そう、おすすめも紹介しますとか言ってたのが、これがね、一つなんだけど、もう一個ね、ちょっとごめんなさい、どっか行っちゃった。もう一個のおすすめが、これ、チェス。これさ、ミュージカルなんだけど、これね、キャストさ、カミングスーンって書いてあるじゃん。で、最近ね、発表されたのが、サマンサ・バークスさんが来るんですよ。ちょっと皆さん、これがどれくらいの衝撃だっていうことが分かりますか？レミゼのエポニーニ役の彼女です。レミゼの映画ってみんな映画俳優さんたちだったじゃないですか。ヒュー・ジャックマンとか、アン・ハサウェイとか、ラッセル・クロウとか、アマンダ・セイフライドとか、みんなね、映画俳優さんたちでしょ。だけど唯一本当に普通のレミゼのミュージカルの舞台に出演してる人としてプリンシパルのキャストで出たのがサマンサ・バークスさんだったんですよ。で、その後もね、映画の後ももちろんブロードウェイで主役を張っていて、私も実際今年のブロードウェイ行った時にプリティーウーマン の, オリジナルキャストとして主役をね、やってらっしゃったんですけど、そのサマンサ・バークスさんが来日して直接見れるんですよ。これね、みんなね、なんか意外と全然騒いでなくて、私だけなの、なんか全然ね、なんか騒いでるのかだから、ちょっとみんな見てみたいな感じだって。サマンサ・バークス来るんだよ、もうピーってピーってなってる。そう、だからちょっとね、これあんまりさ、なんかビジュアルとかもさ、なんか衣装のやつとか出してるわけじゃないから、だからね、あんまりまだ注目されてないんだけど、ちょっとね、ほんと早くみんなチケット取った方がいいよっていう感じよ。そんなね、日数もやらないの。大阪でちょっと、その東京でちょっとね、数日やるぐらいだから、その1ヶ月の公演とかじゃないわけだから、そんな貴重なやつだからさ、ちょっと本当にね、みんなチケット取ってっていう。そう、私シュガーさん好きだから、あー取ろうとかって思ってたんだけど、その後でサマーサバックス書いてあって、みたいな、もうってじゃあ2回もね、2回分取りました。そうそうそう、そうなの。だからちょっとね、最後になっちゃって申し訳ないんだけど、これチェスはちょっとみんな行ってほしい。だってねえ、さっきからちょっとずっと繰り返しになっちゃうからやめるねはい、というわけで、ちょっと今日はね、今日も机の上がすっごいことになってますけれども、チラシをね、またご紹介いたしました。今年もね、あと2ヶ月ぐらいで終わっちゃうんですけど、意外とね、11月の公演とかっていうのも結構あったんで、まだまだね、今年分のチケットもいっぱいありますから、皆さんぜひ行ってほしいです。はい、というわけで、今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは感激楽しんできてください。